皆さんこんにちは。1月9日朝の情報番組目覚まし8に VTR 出演した東出昌大さん、番組内で明かされた衝撃生活に波紋が広がっているといいます。2020年8月に元妻アンさんとの離婚を発表し、最近では山奥での生活が話題を呼んでいました。2022年頃から北関東の水道もガスも通っていない山奥に生活拠点を移し、狩猟や菜園によって自給自足の生活を送っています。携帯電話は圏外だそうですが、地元の人たちとの交流を深めているといいます。目覚まし8は年末年始に東出さんの半自給自足の生活に密着。東出さんは VTR 内で、僕の生活を24時間365日見てたら人間なんだね、でも大して魅力的でもないねと思われるぐらいの人間だと思ってるんで、一喜一憂はしないかなと現在の心境を語っていました。とはいえ彼の生活に寄り添う存在はいるようです。今日これから干し肉を作りますと保存食を作りに近くの川に向かった東出さん、すると川には若い女性3人の姿が。気心の知れた間柄なのか、東出さんは作業する彼女らに、いいよいいよ僕がやるよと声をかけていました。狩猟で得た鹿を川から引き上げて住居に運び入れると、慣れた手つきで作業を進めていく東出さん。女性にナイフを渡しながら、まどちゃんこれで、なりちゃん前足落としちゃってと指示を出していくのです。女性たちはそれぞれはいと返事をし、鹿の解体は進められていきました。そんな気になる女性たちの正体は、後輩女優の烏森まどさん、斉藤うなりさん、松本かりんさん。烏森さんは出会う前から好きな役者さんを聞かれた時に名前を挙げてましたと尊敬している様子です。番組ディレクターが、東出さんとはどういう関係と問いかけると、烏森さんは、先輩と後輩です、役者もだし漁師の先輩でもありますと回答。狩猟免許も昨年に取得したと明かしていました。烏森さんたちは東出さんとドラマや映画での共演を通じて知り合ったといいます。もともと3人で東出さんが暮らす山奥に遊びに来ていましたが、昨年の6月に移住しましたと嬉しそうに話していました。一方東出さんはディレクターに女性たちの存在について、新しいスキャンダルの火種になりかねない話かなと思いますがと問われると、言う人はもう勝手に言えって感じなんですと引っ張り、笑いながら、あれろあれろと開き直り、次のように語っていました。僕ら別にお互い人間的に好きで、普通につるんでるだけだからいいんじゃない。スキャンダルだなんだって全部考えてたら、それこそなんで人間らしく生活できないんだろうってなっちゃうので、今時代が漂白化というか自重が求められているのだとしたら、それって住みやすい世界じゃないから、僕らはこっちで自分たちが好きなように人間らしく生きていればいいんじゃないかなって思ってます。他人の目を気にしないコミューンを築き上げた東出さん、 SNS では、好きに暮らせばいいと思うよ、人それぞれ、独身なら好きに暮らせばよいのでは、吹っ切れたねと理解を示す声が。一方東出さんにはアンさんとの間に3人の子供がいることもあり、困惑する声も上がっているといいます。子供のことを考えてあげて、不倫は良くないけど今や独身、どうぞご勝手にって感じ。ただなぜ山奥に後輩女優3人とという不思議は残る。東出さんが女性たちと生活している裏で、元奥さんは子供たち3人を必死に育てていると思うと、なんだかな。他にも東出昌大さん、まるで宇髄天元みたいな暮らししてるんだな、令和の宇髄天元かと、人気漫画「鬼滅の刃」で3人の妻を持つキャラクター宇髄天元を思い起こした人もいたようです。また SNS ではこんな声も。
東出昌大さんが山奥で同居してる女優たち、これまたジェネリックアンさんみたいな子ばっかり集めて、唐田さんといい、ちょっと離れ目で顔薄め、中顔も長め、一つ一つのパーツがちっちゃめな顔がタイプなんだなとよくわかる。遺伝子レベルで自分の顔の作り、骨格と正反対な人を求めてる気がする、なんて衝撃の発言も見られました。不思議な共同生活がたどり着く先は一体。では、そんな自由な暮らしを続けている東出さんに人生を狂わされたと言われているアンさんと唐田エリカさんは現在何をしているのでしょうか。まとめていきたいと思います。まず、アンさんは現在ドラマで夫婦役として出演した東出昌大さんと2020年8月に離婚し、アンさんが自ら子供たちの親権を持ちました。3年間東出さんは他の女優と不倫関係にありました。またイクメンとして世間では評されていたにもかかわらず、それは全くの嘘で、家事や育児は全てアンさんに任せっきりだったそうです。一方で現在でもアンさんはアクティブに女優として活躍しており、 NTV の偽装不倫に出演して女優としての才覚をフル活用しています。まるで東出さんとの過去をフラッシュバックさせるかのような不穏なタイトルですが、これだけの苦労をしてきたので女性から支持を集めており、今後はぜひ平穏な芸能生活を送ってほしいと願うばかりです。そして前述した通り、アンさんは東出さんとの間に生まれた3人の子供の親権を持っています。しかし東出さんがそれに対してしっかりと責任を全うしているかどうかは全く定かではありません。離婚前のエピソードとしては、東出さんが帰路に着いた時、夕飯ができていなければ一人で外食してしまうくらいですから、あまり協力という文字は意味をなしているとは思えません。それでまたトラブルにならないと良いのですが、仕事に関して言えば基本的には会長なアンさんですが、どういうわけか家族に関するトラブルとは常に両隣にいます。彼女がどのような心境で仕事に臨んでいるかは本人にしか分かりませんが、華々しく芸能活動と育児ができるように親と縁を切るのも一つの手段なのかもしれません。そして新たな出会いもあったようで、若く高身長であるハーフと思しき男性と女性と交友関係を深めているそうです。そのハーフの男性と女性とは別荘で新しい日々を送っており、信頼し合って生活しているとのことです。テレビ関係者の言うことを要約すると、東出さんは2億円の違約金を払うのに手一杯で、慰謝料を払える余裕がこれポチもないそうです。また東出さんの不倫相手だった唐田さんは一時休業していましたが、復帰後は短編映画などで活躍の場を広げつつあります。そんな唐田エリカさんが坊主になったと話題になっていました。唐田さんはネットフリックスで配信予定のドラマ極悪女王に出演。このドラマの中で唐田さんは女子プロレスラーのカリスマである長代千草さんを演じています。このドラマのワンシーンでユリアン・レトリーバーさんが演じるダンプ松本さんと唐田さん演じる長代千草さんが髪切りデスマッチを行い、歯医者が髪を切られるという撮影を行いました。その際、唐田さんはウィッグやカツラを使わず地毛で臨んだそうです。これには事務所の社長も女優にバリカンが入れられるということで現場でその瞬間を見届けたそうです。東出昌大さんとの不祥事以来、唐田さんは何かが吹っ切れたのでしょうか。そんな唐田さんはドラマの撮影で坊主になったことで現在はウィッグをつけて行動しているそうです。不倫騒動による代償は大きく、地上波のテレビに出演したり映画の話題作に出演するのはもう少し先になりそうですが、一歩ずつ女優としてのキャリアを積み重ねているようです。1年半の休業を経てすでにみそぎは済んだのでしょうか。今回のような体当たりの役を通じて新しい立ち位置を築いていってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、
高評価もぜひお願いいたします。それではまた。